バイキング1号は NASA のバイキング計画で火星に送られた2機の探査機のうち最初の1機である。1975年8月20日にタイタン E へセントールロケットで打ち上げられ、10ヶ月の飛行の後に火星へ到達し、軌道に入る5日ほど前から火星の全体像を返し始めた。バイキング1号のオービタは1976年6月19日に火星軌道に入り、6月21日に 1513X33000km24.66 時間周期の軌道に調整された。火星への着陸は1976年7月4日のアメリカ独立記念日に予定されていたが、着陸候補地の起伏が大きいことが撮影した画像からわかり、安全な場所が見つかるまで延期された。ランダーは7月20日8時51分 UT にオービタから分離し、11時56分6秒 UT に着陸した。太陽との合わせが始まった1976年11月5日にオービタの最初のミッションが終了し、合わせが終わった後の1976年12月14日から再開された。1977年2月にはフォボスへの接近が行われた。1977年3月11日には近点が 300km になった。ミッションを通じて小規模な軌道調整が行われ、1979年7月20日には近点が 357km まで大きくなった。バイキング1号のオービタの高度制御ガスが少なくなり、火星への衝突と汚染が2019年まで起きないように、1980年8月7日に 357X33943km から 320X56000km へ軌道を上げた。1485周回した後、1980年8月17日に運用を終了した。1976年7月20日8時51分。UT にランダーがオービタから分離した。分離の時点でランダーの速度は秒速 4km 程度であった。分離後にロケットを噴射してランダーの軌道離脱が開始された。数時間後の高度約 300km で再突入のために方向転換した。大気圏の通過に伴い蒸発性の耐熱シールドによる防護核で減速し、この時並行して突入時の科学実験も行われた。高度 6km、速度秒速 250m ほどの時点で直径 16m のパラシュートが展開された。7秒後に防護核を投棄、その8秒後に3本の着陸足が伸長し、パラシュートにより45秒で秒速 60m まで減速した。高度 1.5km で逆推進ロケットが点火され、40秒後に約秒速 2.4m で着陸するまで噴射された。着陸ロケットには18本のノズルがあり、水素と窒素の排気を拡散させる設計になっていた。これは表面温度の上昇を摂氏1度以下に抑え、表面物質を 1mm 以上吹き飛ばさないようにである。バイキング1号のランダーはクリュセ平原の西部、北緯 22.697 度、西経 48.222 度、赤道半径が 3397.2km で、扁平率が 0.0105 の準巨大円体からの標高 -2.69km の地点へ11時53分6秒、UT に着陸した。着陸時には約 22kg の推進剤が残っていた。着陸の25秒後から最初の表面の映像が送信されてきた。地震計を取り出すことができず、標本採取機のロックピンが動かずアームを広げるのに5日間を要したが、それ以外は名目上すべての実験が行われた。バイキング1号のランダーは、バイキング画像チームのリーダーを記念して1982年1月にトーマス・マッチ記念ステーションと名付けられた。1982年11月13日に地上管制から間違ったコマンドを送ってしまい、通信が途絶するまでランダーは2245対応日間運用された。このコマンドはランダーの劣化したバッテリー能力を改善するために新しいバッテリー充電ソフトウェアをアップリンクしようとしていたのだが、不注意によりアンテナ指向ソフトウェアのデータ領域に上書きしてしまった。続く4ヶ月間、推定されたアンテナ位置に基づいてランダーとの通信が試みられたが、失敗に終わった。2006年にマーズリコネッサンスオービターから火星の表面のバイキング1号のランダーが撮影された。火星表面のバイキング1号で初めて撮影されたパノラマ写真一般相対性理論では、重力場での時間の遅れが予測されている。ランダーを使ってこの現象の観測が行われた。火星のランダーに無線信号を送り、ランダーに信号を送り返すように指示が出された。その結果、信号の往復時間には、重力場での時間の遅れとして予想される時間のずれがあることが分かった。unmannedspaceflight.com バイキングソルズ DJ ムッジワイテレコミュニケーション&データアクイジションシステムズサポートフォーザバイキング1975ミッションツーマーズ NASA ジェットプリプルションラボラトリー http://www.atomos.edu/marsRFAMSTEP/ローフェムステップドキュメンツPDF JPL パブリケーション82-107 PDF ありがとうございます。